どうもー僕40歳になりまして、あの、歯周病ですね。去年、歯周病。歯周病になると歯ぐきが垂れてきまして、なんか歯が落ちてくるっていうね、歯周病。もうほとんどの人が歯周病になるんじゃないかっていう噂がありますけども、僕、歯周病の治療をしまして、手術をしまして、100万ぐらい使いました。なんか歯ぐきを手術するみたいなのがありまして、 なんか持ち上げたりとか加工したりとか、歯茎の整形手術みたいな。100万ぐらいしました。はい。ということで、そこからですね、ちょっとあの、ちゃんとやらないと、なんかまあ、言われたのが、あの、歯周病は治すことはできないけど、その、なんですかね、完全に、完全にさ、100%治すことはできないと。なんだけども、その進行を遅らすことはできるみたいなこと言われて、だからそれが、日々のブラッシングなんですよ、みたいなね。まあ、これ、歯医者に行くと、まあ、よく言われると思いますけど、 で、僕、変えたのがこれなんですよ。ちょっと高いんですけども、これ。あの、これの歯みが、まあ、この YouTube の下に入れておきますけども、この、プロポデンタル EX、プロポリス健康診断委員会の、この、これの歯磨き粉と、えー、このぐちぐちペッペンにしました。で、これね、結構いいです。で、ま、あぶっちゃけ調べてると、これ絶対出てくると思うんですけど、使ってどうなのかって話ですよね。ま、あよかったです。 うん、で特にあの、これ歯磨き粉もあるんですけど、これ、両方でやっぱおすすめですね。で、これは、こっちのそのぐちぐちぺっぺのやつあるんですけど、これは、もう、これがこれ自体が歯ブラシみたいになってるんですよ。なんで、歯磨き粉で一回こう、これの歯磨き粉でブラッシングした後とに、まあ、すすぐじゃないですか。で、これでまたぐちぐちするんですよ。で、これでぐちぐちして、これでぐちぐちして、で、さらにまた歯ブラシをするっていう。 で、これも、あの、これ自体はもう、歯、その、嘘、なんだ、うん、これが、もうこれ自体が歯ブラシみたいになってる。歯磨き粉の溶かしたバージョンみたいになってるんですよ。だから、うーん、まあ、これだけでもいけないことはないですよ。これだけでも泡立つし、これだけでも歯、ね、なんだ、歯や歯ぐきをよくブラッシングしてくださいと。これ、要は、これ自体がまあ、 歯磨き粉みたいな感じですかね。で、これ何がいいかっていうと、あの、朝起きた時にネバネバがやっぱあんまないですね。今まで正直そのガム使ってたんですよ。あの、売ってるじゃないですか。あの、松本清とか、そこら辺にも、そのガム、レン、デンタルケアみたいな、あの、まあ、どこでも売ってますよね。なんか売り上げナンバーワンみたいな、あのスーパーで売ってるガム。わかりますガム、レン、ガム、ガム、 ガムわかりますまあ昔そのそれを使ってたんですよ。医学品、その、うん、歯周プロケアガム。わかりますこれを使ってたんですけども、これのグチグチペッペだったりとか歯磨きを使ってたんですけど、これそれよりまあいいです。まあ高いですよ。高いんだけど、まあそれより全然僕は、まあ個人差はあると思いますけど、いいです、こっちのが。なんでまあ、 いろいろね、使ってみたんですけど、これがまあ良かったですね。うん。まあ、レビューもいいですしね。はい。ということで、まあ、歯周病、まあ、あの、高いですけども、歯周病の治療の方が高いので、あとは歯のね、まあ、抜けたりしたらインプラントするとか、そうじゃのくそ高いので、まあ、それを考えると、まあ、安いのかなと。うんそ。その治療のことを考えると、安いと。 ただ目先のお金ですよね。目先のその歯磨き粉の値段からすると全然違うので、まあこれも1本2000円ぐらいするんですよ。で、そのガムのやつとかだったら、こんなでかいので900円とかね。もうめちゃめちゃでかいので、これちっちゃいですから、これでかいので900円とかで売ってるんですけど。うん。ん。あとは、ま、もっと安いのもあるだろうし。うん。だからその目先の値段で考えたらね、それはあのそっちの方が安いんだけども、これいいです。 まあ僕は、その <laughs>、お金を失ってから、やらんとあかんなっていうね。もうこれ以上ね <laughs>、あんま金かけたくないですね。うーん、もう正直。まあね、70,80になったらもう別にどうでもいいと思うんです。どうでもいいというか、まあ、まあ諦めてもいいかなと思うんですけど、一応40なんで、だから、あと20年ぐらいは、まあ6 7、うん、ここぐらいまではちょっと頑張りたいですよね。うん、やっぱね、入れ歯はきついですよね。40で入れ歯とかきつないですか。 うんだから、あと20年はちょっと頑張りたいなというとこで、年、はいまあ、取るとね、まあ、若い頃はね、歯なんかね、歯もねその、大丈夫なんですよ。全部大丈夫なんです。でも、年取ってくると、いろんなところにこうガタが出てくるんですよ。<laughs> なんで、手入れしないと <laughs>、ちょっとお金かけていかないと、まあ、ちょっと難しいとこあるよねっていうとこで、まあ、この YouTube の下に入れときますので、僕が使ってるこれと、あとはその歯,歯磨き粉ですね。 な感じでございますこれねほんとね僕ねまああとねちょっとねなんかこれ緑なんですよで匂いもちょっとちょっとなんか特殊ですうんそううんでもねこれねいいっすよこれはなんかいい本当にうんよかっただからなんか普通の歯,歯磨き粉とやっぱなんか違うので うん,なんか違いますね。普通の歯磨き粉って、やっぱその匂いというかね、エチケットみたいな部分もあるじゃないですか。そ,れなんかそういうのにじゃないんですよ、もうこれは。歯周病の歯茎に特化してるみたいな歯磨き粉とあれなんで、うん、いいですね、これは、うんはい。ちょっと高いですけど、歯周病なられてる方はね、こちらやってみたらどうですか。こ YouTube の下に入れときます。では